こんにちは、ナビゲーターのあやかです。私たちは蜂に刺されることを恐れていますが、蜂はなぜ人を刺すのでしょうか？実は蜂が人を刺すのは防御行動なのです。大切な巣を攻撃してきたと感じると、蜂は巣を守るために攻撃してきます。そのため、実は攻撃する前に私たちに警告を鳴らしています。スズメバチは攻撃する前に敵である人間の周囲を羽音を立てながら飛び回ります。そしてカチカチと音を立てて威嚇しているのです。またミツバチは敵を攻撃すると死んでしまいます。ですからミツバチにとって攻撃とは身を捨て巣を守る最終手段、まさに命がけの行動なのです。さて、そんな人間を刺す蜂として、ミツバチやアシナガバチ、そしてスズメバチが有名ですが、その中でもスズメバチに刺されると特に危険と言われていますよね。今回もっと知りたい話題では、スズメバチが一体どのように危険なのかご紹介していきたいと思います。おっと、今日も出発の時間が来てしまいましたね。それでは行きましょう。スズメバチに刺されるとどうなる。蜂に刺されると、まず激しい痛みがあり、赤く腫れます。これは蜂毒の刺激作用によるもの。そして症状は刺された局所の痛みで済むことが多く、重い症状になることは稀です。痛みや赤みも通常は1日で回復するでしょう。しかし、スズメバチに刺されて死亡という恐ろしい事故の話も耳にしますよね。実はこれ、2回目以降に刺された場合によるものなのです。2回目以降に刺されると、蜂毒に対するアレルギー反応であるアナフィラキシーショックが加わるため、局所反応だけでは収まらないことがあります。これが全身症状と言われるもので、例えば刺された直後からジンマシンが出たり、刺されて30分から1時間で意識消失になったり、場合によっては血圧低下が起きることもあるんだそうです。ではなぜ2回目以降が危険かというと、1回目に蜂に刺された時に体内に侵入した蜂毒が異物であると免疫細胞に認識されてしまうことで、体内にこの異物への抗体を作ってしまうため。ただし、これには個人差があり、抗体を作らない人もいます。抗体を作った人は蜂毒アレルギーとなっているため、それ以降に刺されてしまうと抗体と蜂毒が結合し、化学伝達物質を大量に放出することでアナフィラキシーショックを起こしてしまいます。抗体を作らなかった人は2回目に刺されていても1回目と同様か少し強めの症状が出る程度で済みます。しかし、2回目に刺されることで抗体を作り、蜂毒アレルギーになることもありますから、なるべく蜂に刺されないようにすることが肝要となるでしょう。また自分が蜂毒アレルギーを持っているかどうかは、皮膚科などで検査をしてもらうこともできますよ。気になる方は、検査に対応してくれる病院かどうか確認して診察してもらうと良いでしょう。知っておきたい応急処置方法。蜂に刺されてしまったらどうしたらいいのでしょうか。まずは蜂に刺された場所から速やかに離れましょう。蜂は仲間の蜂を呼び寄せる習性があります。蜂を刺激せずに10メートル以上は距離を取るといいですね。そして傷口を水で洗い流しましょう。刺された部分を冷やし、痛みや腫れを和らげ、毒を薄める効果もあります。もし虫刺されの薬を持っていれば塗ってください。なければタオルやハンカチを濡らし、患部を冷やしながら皮膚科などに行くのがおすすめ。念のため医療機関で見てもらうようにしましょう。すでに全身のジンマシン、呼吸困難、意識障害、激しい動悸などアナフィラキシーショックの症状が見られる場合には、動かすと危険な場合もあります。安静にして救急に電話をして症状を話し、必要でしたら救急車を呼びましょう。ちなみに昔は蜂に刺されたらアンモニアを塗ればいいと言われていましたが、実はこの方法全く効果がないことが分かっています。蜂毒は中性のタンパク質でできているのですが、そこへアルカリ性のアンモニアを塗っても毒を中和することはできず、意味がないのです。正しい対処方法を知っておくことが大切ですよ。刺されにくくするにはどうすればいい？まずは巣のあるような場所に近づかないことが一番です。スズメバチの巣があると気づかずに近づいて威嚇されてしまった場合には、静かにその場を離れることが大切です。
手で追い払ったりすると蜂を刺激してしまいますので、とにかく静かに逃げましょう。草刈りなどをするときには、あらかじめ蜂の巣などがないか調べておくといいですね。また、スズメバチは黒い色に対して攻撃する習性も持っています。日本人は黒髪である人が多いため、リスクが高いですよね。ただし、白いレースのひらひらの服は避けた方が良さそう。ひらひらと揺れるものにも蜂は反応することが分かっています。また、匂いにも敏感なため、香水や香りの強い化粧やヘアスプレーなどは控えめにしておいた方がいいです。さて、いかがでしたか？今回は蜂の習性やスズメバチに刺されたらどうなるかをご紹介しました。2回目以降は蜂毒アレルギーでアナフィラキシーショックになることもありますから注意したいですね。いざという時のために刺されてしまった時の対処法を知っておくことも大切です。自分もですが、もし同行者が蜂に刺されてアナフィラキシーショック状態になった場合、正しい対処ができれば最悪の事態は免れることができるかもしれません。蜂がいるかもしれない場所に行く際には、洋服の色や匂いなどに気をつけて安全に出かけたいものです。はい、この話題を最後まで見てくれてありがとうございました。私はないんですが、皆さんの中には今までに蜂に刺されたことがあるよっていう方はいるかもしれないですね。2回目以降に刺されると危険っていうのはよく聞きますよね。1回刺されただけでもすごく痛いでしょうし、腫れもすごいですよね。もう考えただけで恐ろしいです。蜂の巣があるところは特に近寄らないようにするなど注意してくださいね。面白がって近づくなんてしたらダメですよ。さて、あなたはこの話題をどう思いましたか？なるほど、今日も面白かったよと思った方はぜひグッド評価お願いします。またあなたの気持ちをコメントしてくれたり、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになりますので、ぜひナビゲーターあやかの応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。